皆さんこんにちは、カモネギ投資家カモラレです。5月に入りまして、日本のマーケットでは決算発表が本格化し、証券会社も慌ただしい一日を過ごしていますけれども、今日のミーティング上司は新入君に、今アメリカの金利が上がって注目の銀行業、特に大手銀行についての整理をお願いしました。ということで本日のテーマ、まず一つ目は大手銀行への追い風、アメリカの金利の引き上げ、これがそれぞれ利益にどれぐらい影響するのかというのを深掘りしていきたいと思います。そして四半期前に銀行業の動画をお出しした時と違った視点で、銀行ごとの運用手法の違い、この観点からまだ一部大手銀行は来週の頭に決算出しますけれども、それも踏まえてどの銘柄が魅力的かというのを考えていきたいと思います。そして最近できる範囲でですけれども、一日一日相場をまとめたデイリーの動画をお出ししていますが、その中でですね、決まったフォーマットでイールドカーブであったり、日々のポイントとして要人発言などをまとめる内容、毎日ご覧いただいている方ですと、あのことだなと思われるかもしれないんですが、なぜそういった内容を日々追いかけているのかというのも随所に理由をご説明していますので、よろしければ最後までご覧ください。ということで早速本日一つ目のテーマ、銀行業への追い風ということで、実際足元でアメリカの金利がどんどん引き上げられていってるわけですけれども、決算を見るにあたって足元の相場環境で銀行の業績にインパクトのある4つのポイントをまとめています。それぞれで EPS、 一株あたりの利益がどれぐらい影響するのかというのを表にしたのがこちらです。まず一つ目のアメリカ金利、短期で25ベーシス引き上げられると銀行の EPS に対して 1.6% から 2.5% のプラスのインパクト、長期金利が25ベーシス上がった場合は 0.2% から 0.5% の EPS 上昇が見込まれる、そういった見方をしていきます。それぞれの項目でですね、なぜそんな風に計算しているのかというのを見ていくわけですけれども、今回動画の中で中心になってくるのはこの1番目のアメリカの金利、これがどれぐらい業績に影響しているか。そして先月末、4月の末に行われた日銀の金融政策決定会合でも一部期待する向きがあったわけですけれども、成し得なかった政策の変更、このあたりは仮に実現さえすればどれぐらいインパクトがあるかという話ですね。そして3番目の為替、ドル円のレートはかなりのスピードでドル高円安に進みましたけれども、足元では少し円高方向に戻してきているということで、ドル円で10円円安方向になると、だいたい EPS で 2.5% から 4% が期待できるというシナリオですけれども、もしですね、ここで円高の時期が来るとなると、これは逆の方向に作用してしまうわけです。そして一番下、アメリカの金融政策が後手に回っている、経済のハードランディングが懸念されている、そういったシナリオで1年2年先にスタグフレーションが発生してしまった場合に、GDP1% あたり下がった時に EPS に与える影響、これはスタグフレーションの度合いにもよりますけれども、極端な混乱、これを除いた場合の悪く見積もったシナリオとなっています。それではまずはじめにアメリカの金利、これがメガバンクの EPS にどれぐらいのインパクトを与えるか、まず短期のところをご覧いただきたいと思います。短期で金利が上がって収益が増えるというのは貸し出し事業ということで、メガバンクは収益の約3割が海外事業となっている現状です。ですのでアメリカの短期金利が上昇することとメガバンクの収益が増収になる、これには相関関係が見られます。そして今後もアメリカでは金利が引き上げられていくわけですけれども、これによる海外事業の貸し出し収益、メガバンクの中では平均で23年3月期プラス 5%、 24年3月期プラス 2% の成長期待が市場で見込まれています。ですのでアメリカの金利の引き上げというのが24年3月期ですので、あと1年以上は見込まれているという形になります。上の表をご覧いただいても、短期と長期のところで短期の方が EPS に対する影響というのは非常に大きくなっているのがお分かりいただけると思いますけれども、直接的に大きなインパクトになるのはこちらですね。ですので25ベーシスポイント上がった時の影響を書いていますけれども、例えば中立金利がプラス50ベーシス、つまり現在2から 2.5% が当局者の中立金利だと思われていますけれども、これを 2.5% から 3%、 はたまたデイリー動画でご紹介したように前ニューヨーク連銀総裁が 4% を超えてくるんではないかと言及する場面もありましたけれども、銀行業に対してはこういったところに影響が及びます。それでは今度は長期金利が上がった時のインパクト、これがどういう
ロジックかというのをご覧いただきたいと思います。さて、長期金利が上がった時に影響する経路なんですけれども、大きく2つあります。それは金利の変動に関係なく得られる収益の変化、これと金利の変動自体が債券の価格に影響する変化、この2つになっています。金利の変動に関係なく得られる収益の変化と言いますと、例えばクーポン利息ですね。米国債の場合ですと半年に1回クーポンが支払われるわけですけれども、従来持っていた例えば10年債ですと、もうすぐ償還になるような10年債であれば、だいたい1年間のクーポンで 1% 台だと考えられます。それは10年前に経済が芳しくなく金融緩和で景気を引き上げようとしていた時期に発行された債券だから、その時に設定されたクーポンの利率になります。これがですね、今満期を迎えて償還しそうだという状況なわけですけれども、償還するとこの元本が返ってくるわけですね。そして新たに今度もう一回10年債を買おうと思った時に、金利が引き上げられている現在の状況で発行される10年債ですと、だいたい 3% 近くクーポンが設定されているわけですね。要するに今まで持っていたものよりも大きなクーポン収入が得られるわけです。そして金利の変動に関係なく得られる収益のもう一つはロールダウンというのがあります。デイリーの動画でご紹介している一場面にイールドカーブの変化というのをご覧いただいてますけれども、例えばこのようなイールドカーブがあった時に20年債のところに黒丸がついていますけれども、この20年債は時間が経つと19年債、18年債と徐々に満期が短くなっていきますね。その時に仮にこのイールドカーブが変わらなかった不変の場合、時間の経過とともに利回りというのは下がっていくわけです。そうすると利回りの低下というのは債券価格の上昇につながりますので、金利の変動に関係なく債券価格というのは基本的には上昇するわけです。ただここで基本と書いているのはこのイールドカーブが右上がりの形状じゃなかった場合ですね。例えば完全にフラットになって真横であったり、はたまたイールドが逆転してしまう右肩下がりの形状になってしまう逆イールドの状況になった場合は、ロールダウンの効果は得られないばかりかマイナスになってしまうわけですね。つまりこちらのイールドカーブの状況をデイリーの動画でウォッチしている理由としては、本来の趣旨として先々の金利状況、織り込み度合いの変化を見ているわけですけれども、例えば2年債、10年債、5年債、10年債、ここの差を取ることで2年後の金利であったり5年後の金利の織り込み具合というのをチェックしているわけですけれども、このように銀行業であったり運用している側面から見ると、イールドカーブがフラットに進んでいくというのはこのロールダウンの効果に関しても悪影響を及ぼすわけです。さて、長期金利のインパクトについて、ここまで利回り変動に関係なく得られる収益というのをご紹介しました。続いては債券の運用に直結する利回りの変化のインパクトですね。そしてメガバンクの中でこの債券運用と切り離せないセットでお話ししなくてはならないのが株式運用の側面となります。さて、突然ですけれども、この組み分けは一体何でしょうかというクイズ。メガバンク3つですね。三菱 UFJ、 三井住友、みずほ、さらに信託の最大手三井住友トラストホールディングスを加えたこの4項の組み分けで、2項ずつ分けているわけですけれども、それぞれのグループで同じような運用の特徴を持っています。今回決算を見るにあたって、この動画の中でも一番お伝えしたいテーマとなっているんですけれども、この2つの分け方ですね、非常に教科書的なお話になって恐縮なんですが、左側の三菱 UFJ、 三井住友の債券運用、株式運用は基本的なスタンスとして、株式と債券、この2つの資産があった時に教科書的にですね、株式が上がっていくリスクオンのマーケット状況の時に、リスクオフの時に買われるような債券の価格は下落すると、この前提条件のもとですね、株式運用と債券運用それぞれをセットでロングすることで相殺効果を得てヘッジをするという考えのもと運用しています。一方で右側、みずほや三井住友トラストグループなんですけれども、こちらはですね、株式の運用に対しては株式のヘッジをする、ショートをするということですね。そして債券運用に関しては債券運用の方だけでヘッジを考えると、そういった運用の手法になっています。それぞれ単独で対応しているという形ですね。さて、このお話をして足元の状況、要するに本決算第4四半期が更新されるわけですけれども、今年の1月から3月の動きですね。これを考えた時に勘の言い方ですと、すぐにお分かりいただけるかと思います。どんな
相場環境だったかと言いますと、第4四半期は株式も下落、債券価格も下落ということで、まあ、具体的にグラフご覧いただきますと、こんな形ですね。株式は下がっていて、債券も利回りではなく価格のグラフを取ると、このように右肩下がりになっていると。まあ、こういった状況です。まあ、そうすると、株式と債券で両方下方向同じ動きをしてしまっているので、この左側の相殺効果でのヘッジというのは機能していないわけですね。つまり左側の三菱 UFJ や三井住友は、みずほや三井住友トラストよりも運用の評価損が膨らみやすくなってしまっているという状況です。それではですね、債券運用の第4四半期損失を大手行4行で比較してみますと、こちら、利回りが大きく上がっているアメリカの債券、第3四半期末時点での時価総額、それぞれ上から19兆、9兆、12兆、2兆となっていますけれども、これにですね、デュレーション、真ん中の 5.2、4.6、2.2、3.5 と並んでいるこの年数なんですが、これは持っている債券全体に投資している金額を何年ぐらいで回収できるかというのを示しています。まあ、要するに短期債を中心に多く持っていれば、当然償還が近いわけですので、投資額を回収するまでに至る年数、デュレーションというのは短くなるわけです。そして米国債の第4四半期、5年債ですと、利回りがだいたい120ベース上がったという状況ですね。これで一番右が運用の評価損が出せるわけですけれども、なんで出せるかと言いますと、債券の時間に対してデュレーションをかけて、そして利回りの変動をかける。これによって運用の評価損が出るわけです。デュレーションというのはこのように利回りが変動した時にどれぐらい自分の持っている債券のポートフォリオが損益影響を出るかというのを考える時に使うための数値ですね。まあ、そうすると下の2項、みずほと三井住友信託はそれぞれデュレーションが 2.2 年、3.5 年と上の2項よりも短めになっているわけですね。これ掛け算して運用評価損が出ている以上、デュレーションという項目は小さい数字の方が評価損は小さくなります。最初にデュレーションの説明で申し上げたように、短期債を中心に持っているとこの数字は小さくなるわけで、相対的に他行よりも短期債を中心にして保守的にしている上に、さらにショートヘッジもしている可能性があるということですね。この一番右側の運用評価損、みずほでだいたい3000億、三井住友信託で700億と推計されますが、このあたりも決算のデータと照合してみると面白いかもしれません。そして今度は株式運用の方の第4四半期損失を推計すると、各社こちらですね。株式の場合は債券と違って利回りもデュレーションも減ったくれもないんですが、持っているものが値上がりすればプラスになりますし、値下がりすればマイナスになるわけですね。ただショートのポジションを持つことでヘッジすることができるわけですが、真ん中のところにヘッジ比率と書いています。三菱 UFJ で 2%、 三井住友は0、一方でみずほは 30%、 三井住友信託に至っては 60% のヘッジを用いているというふうに出ていますので、これも同様にですね、12月末から3月末にかけてマーケット騰落率マイナス 2.3% をかけることで運用の評価損がだいたい予想できるわけですね。そうすると下の2項が相対的に小さな数字になるというわけです。特に三井住友信託に至っては非常に機動的にですね、ベアの投資信託を使ってひたすらヘッジをしていますが、みずほ、三井住友信託はご覧のようにヘッジで損失が抑えられているかというのも決算のポイントになってきます。ですのでここまでお話ししてきた中で、今回第4四半期に大きく相場が動いた運用の評価損が差が出てきそうだということで、三井住友信託を加えているあたりですね、もうすでに察していらっしゃるかと思いますが、グループ分けでみずほ、三井住友信託がいいと言っても、みずほ自体はそもそもですね、こういったお話の以前にシステム障害であったり構造の問題を考えると少し手が出しにくいと、まあ、当然長期的に構造問題解決しようと思ったらコストがかさむわけですので、まあ、そう考えた時に残ってくる選択肢というのはおのずと、前回の動画では出してなかったのに今回の動画で追加してきたところというふうになるわけですね。ここまでが一つ目の項目、アメリカの金利上昇による業績に対するインパクト、決算を見るにあたってポイントをご紹介しました。さてその続きなんですけれども、2つ目、円金利ですね。こちらも項目2つあります。イールドカーブコントロールの政策修正及び QQE 縮小、量的質的緩和策、どっちか忘れましたけれども、これに関してはですね、先月末に行われた政策決定会合で黒田総裁の間は否定的というふうに見られるようになりました。日銀の政策決定会合と FOMC 前の動画にもご紹介したんですけれども、一部ではこの上のイールドカーブコントロールを少し修正してくるんではないかという期待があったわけですが、
これを明確に否定し、円安に対するテコ入れも考えていないと姿勢を示したわけですけれども、まあ、もしですね、今後イールドカーブコントロールを修正してくるというふうになると、まあ、具体的にはそちらの動画をご覧いただければわかりやすいんですが、要約して言いますと、国内の貸し出し金利が上昇する。こちら当然の話なんですけれども、今アメリカで金利が上昇しているんで貸し出しの収益が増えていますよと、一番最初にお話ししたような内容が日本でも起こるというわけですね。まあ、これがイールドカーブ10ベーシス上がるにあたって、0.8% から 1.7% の EPS 増加が見込まれると。そしてイールドカーブコントロールよりもさらに先の話ですけれども、QQE の縮小、まあ、量的な緩和策をやめるというふうになると、銀行のですね、日銀に対する準備預金というのが減少する。まあ、日銀というのは銀行の銀行ですので、メガバンクであったり、まあ、どの銀行もですけれども、日銀に預金を持っているわけですね。まあ、日銀は預金を政策に当てているわけですけれども、まあ、この量的質的緩和策というのを縮小するんであれば、この準備預金というのが減る、この日銀に預ける金額というのが減らせる、まあ、そうするとですね、各銀行の中で債券運用に充てれるお金が増えるということになります、まあ、これも収益増につながるということで、こちらも EPS に対しかなり大きなインパクトが見込まれていますけれども、まあ、この2つに関してはだいぶ先々まで見ていかないといけないような内容かと思います。さて3番目の為替、これはもう完全に受け身のインパクトですけれども、まあ、この第4四半期で115円あたりから130円まで上がった15円のプラスということになりまして、まあ、3% から 4% EPS にプラスの影響があるんではないかということですけれども、ここにですね、両矢印打っていますが、まず3番の為替、ドル高円安になってきた過程では、この2番というのは政策として取られていないわけですので、インパクトとしてゼロとなっているわけです。一方で、もしですね、先ほど黒田総裁の間は否定的と言いましたけれども、その先々含めて、この2番の政策を取ってくるというふうになると、この場合はですね、2番のプラスの影響に釣られる形で日本の金利が上昇するということなので、為替の方は円高ドル安というふうになります。今度はマイナスの方に作用してしまう、相殺する形になってしまうわけですね、まあ、ですので今後政策を見ていくにあたって銀行に対するインパクトを考えるには注意が必要になってくるかと思います。そして最後一番下にスタグフレーションの話を書いていますけれども、この懸念というのだけで積み上がっていく1番から3番までの増収分というのは結構な量むしり取られてしまうわけですね。これを考えると銀行業、特にメガバンクにとってはアメリカが金利を上げてくれることは嬉しいんだけれども、あんまり急ピッチにやってスタグフレーションの懸念がマーケットで広がってしまうと、金利は上昇しても銀行業の株価はなかなか上がってこないと、そういった想定ができるわけです。さて決算を見るにあたっての事前の整理という形で行ったわけですけれども、これを踏まえてですね、現在大手行一部は週末にすでに発表されていて、残りは来週週明けに発表されますので、そのあたり見比べていただいて、あくまでこちらの動画で出ている数字というのは推計となっていますし、ヘッジ割合および期中の売買というのは反映していないので、そのあたりはご了承いただいた上でそれぞれの決算チェックしていただくと面白いかと思います。全部決算が出揃ってですね、データが取得できるようになれば、いつものパワープロ風の能力値評価も交えて再度動画をお出ししたいと思いますので、そちらも楽しみにしていただければ幸いです。本日も最後までご覧いただきありがとうございました。